こんにちは、沖田です。今回はね、相加平均と相乗平均の代償関係っていうものを扱っていきたいと思います、ね、ちょっとこれ見てください。問いと答えがあるのね。で、これらは正しいか間違えてるか、それを一回考えてみてほしいのね。ここまでは正しい、もしくはここからが間違えてるね。いい、ちょっと問題見ていこうか。X が正の時に X たす X 分の1が2以上を示せね。 X たす X 分の1の最小値を求めよう。答え、 X が正ね、かつ X 分の1が正より相加平均相乗平均の代償関係が使えて X たす X 分の1が2ルート、これこれね、よって X たす X 分の1が2以上言える。証明終わり。括弧に、流れは同じなんで省略したんですけども、同じような感じで X が正、これ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 でなってここまでいけるね。 X たす X 分の1が2以上よって最小値2ね。どうですか。一旦ここで動画を止めて正しいか正しくないか考えてみてくださいね。これね、割とよくあるテーマで、かつみんな間違いやすかったりね、たまにちょっと YouTube で間違えて炎上してたりで、学校でもね、なんか正しく教わってなかったりするのね。とりあえず相加相乗を使った時は統合成立を確認しとけみたいな説明がされたりで、実際にあった話で、これなんで統合成立確認するんですかって質問しに行った生徒が、わざわざ質問しに行ったのに、そういうものだから覚えておいてくださいっていう説明されたこともあったね、僕の教え子。うん、そういうこともあったりして、実際ね、みんながね、ちょっと混乱しちゃうのもしょうがないといえばしょうがないところね。それを簡単にちょっと説明していきたいと思います。で、まず相加平均相乗平均の代償関係、これ大丈夫ですかね。 A が正かつ B が正の時に A たす B が2ルート AB 以上になるよと、統合は A イコール B で成立ね。教科書にも書いてあるね。これイコールが入ってても成り立つんですけども、一般にはイコール抜きで考えてるやつが多いんで、ちょっとイコール抜いておきましたね。もともとは相加平均ね、これが相加平均っていうのね。相加平均、平均ってさ、いろんなものがあるのね。足して2で割ったりね。で、これ2入んないか。これを相乗平均っていうんだね。うん。平均っていうものを考えたいときに、足すと2で割るし、かけるとルートしてあげるっていう操作が自然だよね。うん。だから相加平均っていうものと相乗平均っていうものを考えてる。この時に常にこの2つに関してはこっちの方が大きくね、イコールが成り立つ場合もあるんだけど、相加平均が相乗平均以上になるんだよっていう式ね。この必ず成り立つ不等式、絶対不等式っていうんだけど、それを相加平均相乗平均の関係っていうんだね。で、一般的にはこの2っていうものをこっち側に寄せた方が使いやすいから、2を寄せた形で使うことが多いよとね。うん、これちょっと証明簡単なんで、証明簡単にやっていきましょう。これ左辺引く右辺で考えてあげると、左辺引く右辺ね、うん、左辺引く右辺って A たす B 引く2ルート AB でね、うん、左辺引く右辺で、これってさ、どう？ルート A の2乗をルート B の2乗ね、と見てあげると、2乗足す2乗引く2倍のこれって見られて、こうなるの分かるかなね。ルート A 引くルート B の2乗ね。そうするとこれって2乗だから必ず0以上ね。そしたら左辺引く右辺が0以上だから元の式も言えたよねね、っていう話ね。簡単に証明できますね。これね、図形的な証明とかちょっと面白い証明もあるんだけど、今回はねそこが本題じゃないんで、これぐらいでちょっと証明やめときますね。いいかな。
で、ちょっと一旦話を変えましょうか。ね。ここにさ、式が4個あるじゃん。ね。式が4個ありますよね。3大なり2、ね。大なりイコール2。2大なり2、2大なりイコール2。この式の中で正しいものが何個あるか。まあもっと言うと、どれが正しくて、どれが正しくないか。ちょっと考えてみてほしいのね。うん。ちょっと考えて、どれが正しいか。大丈夫？ね。これ結構ね、浪人生向けにね、ちょっと考えてって言って、1個だと思う人、2個だと思う人、3個だと思う人って手を挙げさせると、なかなか浪人生でも全員正解してくれない問題。ね。特に高校1年生、高校2年生だと、クラス全員が正解するってなかなかない問題。ね。うん。結論から言うと、ちょっと一回この照明消しましょうか。ね、ここら辺の話消そうか。これの意味、ね。意味。ね、大なりイコールの意味って、大なりまたはイコールって意味なの。ね。大なりまたはイコール。うん。そうするとどう？またはってことはさ、どっちかが成り立ってればいいのね。大なりでもいいし、イコールでもいいし、どっちか成り立ってればいい。そうすると、これちょっと問題なく丸ですよね。3は2より大きい。これ丸だね。うん。で、3大なりイコール2。これイコールは成り立ってないんだけど、大なりは成り立ってるから、これ問題なく丸。ね。で、ちょっと下行こうか。下も2、大なりイコール2。ね。これって、どっちかが成り立ってればいいから、イコールが成り立ってるよね。だからこれも丸。それに対して、2は2より大きい。ね。これは違うよね。うん。わかる？うん。つまり、何が言いたいかっていうと、これって、相加平均、相乗平均の、あくまで、代償関係に過ぎないよと。ね。あくまで代償関係に過ぎなくて、この段階では、ね、イコールが成り立ってるかどうかはわからないのね。うん。例えばさ、なんだろう。このチャンネルの視聴者、全員3歳以上ですかって聞くとするじゃん。で、多分だけど3歳以上だと思うのね。うん。だとしても、3歳の人がいるかどうかってわからないよね。うん。ちょ、学校の教室イメージしてほしいんだけど、全員120センチ以上ですかって言って、多分全員手挙げるかもしれないんだけど、120センチの人がいるとは限らない。ね。そういう話ですね。いいかな。そうすると、どうですか？今回はこれしか成り立ってないってことね。うん。もうちょっと説明しとこうか。ね。例えば、こういうグラフあるじゃないですか。ね。これ、y イコール x 二乗。ね。これの範囲とすると、y は、ね、0以上。これって、いわゆる地域、求める範囲っていうね。うん。y の取り得る範囲。ね。y の取り得る範囲としては y が0以上なんだけど、地域としたら違うんだけど、ただのね、この不等号の式として考えると、y がマイナス1以上って、正しいことは正しいよね。うん。これがあれで、y の取り得る範囲を求めようっていう問題だったら、×になるんだけど、y のね、不等号だけ、ね、この式が正しいか正しくないかって言われたら正しい。ね。いいかな。今回も代償関係に過ぎないよ。ね。そこを踏まえた上でちょっと考えていきましょう。そうすると、もともとこれっていうのは、大なりイコール2。ね。これ別にどっちかが成り立てばいい。で、これも実際どっちかが成り立ってるわけであって、これっていうのは正しいのね。うん。
だから、カッコ1について言うと答えは正しい。ね。なんかこういう証明って、とりあえず統合成立も確認しとけよっていう話を聞いたことがあるかもしれないんだけど、そんな必要は全くなくて、ね、数学ってそういう慣習的なものじゃなくて、もうちょっと論理的なもんだから。ね、うん。別にこれってのは確認する必要全くない。いいかな。それに対して、ね、それに対して、ちょっとこっち消すよ、一回。次、カッコにどうですか？さっきも言ったように、ここ、ね、丸一とすると、どう？丸一の段階では、最小値が2以上だってことしか言えてないよね。うん。2っていう値を取るってことは言えてない。ね。ね、ミニマム、最小値ね。そうすると、2っていう値を取らなきゃいけない。ね。取るっていうことの確認が必要になるね。だから、ここで、丸2として、ね。統合成立を確認してあげないといけない。で、統合はこれ2つが等しくなるときだから、x イコール x 分の1のとき。ね。ね。これ、x 二乗イコール1。で、x が正だから、x イコール1の時だね。うん。統合成立と。ね、いいかな。そうすると、ここだね、丸には。ね。x イコール1。確かに1を代入してみると、1たす1分の1が2ってなって、確かに、統合が成立してるね。うん。そうすると、最小値が2以上が言えた。ね。で、ここで2っていう値を取ることが言えた。だから、丸1と丸2より、最小値は2。これが言えるってわかりますか？ね。大丈夫。で、ここ、まあちょっと工夫すると、ここってさ、わざわざこの式解かなくてもよくて、これとこれが同じになるときだよね。うん。それって、この2を半分ずっこするときならわかる？これとこれが同じになるときだから。ね。だから、1と1のとき。ね。で、わかったりするの。で、あと、ここの本質って何かっていうと、この x の値が知りたいっていうのが大事なわけじゃなくて、x の値がわかんなくても、統合を成立するような x が存在するかどうかってことがね、わかればいいのね。だから存在するっていうことが言えれば、別に仮に求まんなくても、x の値自体が求まんなくても別にいいんだよと。ね。で、あと、これ今統合成立から求めたんだけど、たまたまね、どっかから、たまたま、x っていうか1って値がさ、ふとひらめいたとするじゃん。ね。ふと、あ、1の時じゃないってひらめいたとする。それでもいいのね、別に。これ別に、これを満たすような x、ね、イコールを満たすような x をすべて満たせっていう、求めようっていう話じゃなくて、一つでもあれば統合が成立するよっていう話だから。だから別にこの x イコール1っていうのはどっから来てもいいんだよっていうことね。うん。これ、統合が成立しないことも別にね、うん、当然あって、今回 x が0より大きいで考えてる場合なんだけど、例えば、x が3より大きいっていう問題のもとにこれをやったとしても、これ全部別に3より大きかったとしても、相加相乗って使えるのね、同じように。うん。だから、その時こうなって、でも実際に、ここまで正しくても、取らないよね。2って値。ね。1の時しか取れないわけだから。ね。もう3の段階、ここ3あるわけだから。だから、統合成立を確認しないといけないよと。ね。で、なんか、間違いやすい間違いとしては、この、よって最小値にって書いた後に、なんか、統合成立は、って書いてある。ね。本とかがたまにあるんだけど、これ違うからね。論理的におかしい。うん。なんでかっていうと、
まず丸1で最小値が2以上だよって言った後に、確かにそれね、最小値が2っていう値が取れる。だから最小値が2ね。っていうことを言わないといけない。だから結論から言うとね、この正しいかね、こっからここの流れが誤りだったっていうことだね。いいですかね。ちょっとね、ここら辺結構できる高校1年生に説明しても意外と最初分かってくれないところなんだけども、すごい大切な考え方ね、相加平均、相乗平均ね、相加相乗を使う上でね、一回2以上だって分かって、さらに統合成立を確認して初めて最小値ね、2を取れるっていうこと。大丈夫ですか？どうでしたでしょうか、今日の動画ね。もしいいなって思えたらチャンネル登録と高評価お願いしますね。あと、もっとこんな動画見たいよとか、もっとこうしてほしいなっていうのがあったら、遠慮なくコメント欄とか Twitter の質問箱にご意見いただければと思います。どうもありがとうございました。